特別企画パンドラボックス小倉由依さんに言ってもらってみたい。はい、ということで小倉由依さん自己紹介お願いします。はい、皆さんこんにちは、パンドラを演じています小倉由依です。よろしくお願いします。めっちゃ可愛い。よろしくお願いします。素晴らしい。ありがとうございます。来てくださって本当に超楽しみにして、パンドラの T シャツを、ありがとうございます。着させていただきます。私も今日はちょっとパンドラ仕様でお洋服を選んでみました。っていうことでしょう、皆さん。はい、ということで今回はですね、パンドラ役の、小倉由依さんにお越しいただきました。ということでちょっと貞町さんの方から渡してもらっていいですか。こちら、じゃじゃーん。あー、これは、これ、はい、パンドラボックスです。なんと、かわいい。開けてみます。あ、すごい、自分の声が、かわいいです。あ、かわいい。しかもちゃんと絶望感入ってるっていう。そうなんですよ、中にも。かわいい。開けるたびにちょっと違う。すごい素敵ですね、自分の声する。ちょっと恥ずかしいけど、開けるたびに。開けるたびに、はい、また違う流れと思います。嬉しいですね、パンドラエンジドゥミとしては。はい、こちらプレゼントさせていただきます。はい、であとはですね、この中ちょっと見てもらうと分かるんですけど、うん、実はちょっと紙が入ってて、毎回なる、毎回なる、毎回なる。紙が入ってますね。そうなんですよ、はい、これはですね、前回ですね、ちょっと動画でゆうかさんから、はい、小倉由依さんに言ってほしいっていうリクエストをいっぱいこの中に入れております。めっちゃ来たんですよね。いっぱい入ってます。なので、パンドラボックスをプレゼントする代わりに、そのリクエストにですね、答えていただきたいなと。わかりました。ぜひぜひいらしてください。ありがとうございます。何が選ばれたのか。で、この指令の中には、極み、究極、超絶、爆絶と、レベルが違うものが入っているんですけれども、それによってセリフの難易度が変わってくるので、ちょっとね、難しいのもあるかもしれないんですけれども、はい、お願いしてもよろしいでしょうか。はい、ちょっとドキドキしてますが、ね、難しいってどうでしょうね。ねえ、どういう難しさなのか。ちょっと照れちゃうかもしれないなって。あ、照れちゃう、照れました。そうですね、で、皆さんがこう一生懸命送ってくださったものだと思うので、頑張って演じたいと思います。いや、楽しみ。はい、それではあのセリフとともに箱をお願いします。はい。あっちゃー、箱開いちゃったドラ。かわいい。しびれる、しびれる。恥ずかしいですね。生やばいっすよ。生やばいっすね。でも今日は自分で開けちゃってるんです。そうですね、開けちゃったなって。はい、そうなんです。じゃ早速開けていきたいと思います。お願いします。1枚目はこちらで。何が来るかな。はい、はい、こちら難易度極み。おお、サラサラさんからのリクエストです。サラサラさん、いきます。あっちゃー、転んじゃったドラ。てへどじっこや。どじっこですね。どじっこや。どじっこですから。もう無敵やね。かわいいどじっこ。今も何回もそうですね。小倉さんは結構転んじゃったりするタイプ。私もよく転ぶんですよ。へぇ、はい、無敵やん。つまずくとかじゃなくて、本当に転んじゃうんで、片づけって。手とか言う余裕ないぐらい。そうみたいな。そう。割と恥ずかしいやつですね。恥ずかしいです。はい、それでは続いてお願いいたします。はい。あ、こっちから取っちゃった。はい。はい。じゃあ次はこれでお願いします。お願いします。おー、これ大変です。難易度爆絶級。多分一番難しいってことです。そうですよね。これね、結構長いセリフが来ております。バンチャさんからです。バンチャさん、はい、ありがとうございます。それではこちらお願いします。はい。あ、長いですね。長いんだ。じゃあいきますよ。あなたが夢に出てきたドラ、毎日考えてるからかな。あ、言っちゃった。好きです、付き合ってください。何言わせてるの。何言わせてるの。告白ですね。最終的に言わせてる。幸せですね。幸せですね。バンチャさんにみんなありがとうって言ったそうですね。とりあえずはね、みんな感謝の言葉を。パンドラちゃんでこういうセリフ言うことたまないので。確かに新鮮でした。いや、嬉しい。可愛かった。今ね、もう爆絶級出ちゃったんですけれども、うん、どんどんやっていきましょう。はい、じゃあ次はこちら。はい、ありがとうございます。
はい、こちら超絶級もやし会長さんからのリクエストです。ちょいむずですね。ちょいむずですね。あー、なるほど。はい、じゃあいきますね。一つ言わせて、明日からずっとあなたのご飯作っていいドラ？いいドラよ。そっちもドラなんですか？そっちもドラになると思ったら意味が変わってくるんですけど、ドラ族なんですね。ドラ族ですね。しかもこのリクエストに書いてあるのが、はい、少し照れた感じで言ってくださいって書いてある。細かくね、注文してあります。こだわりが詰まった。どんなご飯作るのかちょっと想像できないですよね。怖いですよね。じゃん、食べるのが怖そうなんです。確かに、ご自分ですね。巻いてそうなカレーとか。確かに。はい、それではどんどん行きましょう。お願いします。こちら、はい、こちらもなんとすごい爆絶級です。一番むずいやつ。はい、先行のマリーさんからのリクエストです。これ、なるほど。なんだろう。はい、じゃあいきますよ。 あなたのハートにドラドラキュン。ちょっと笑ってる。これ公式ではないセリフですね。ないですね。オリジナルのやつですけど、ドラ来た瞬間になるほどって言ってなるほどって言って思わずこう手をつけてしまいました。手つきでね、行きたい感じ。ありがたい、ありがとうございます。ごちそうさまでは。じゃあ続いて、はい、行きたいと思います。はい、確認します。お、こちら究極。お、もうね、これもね、可愛らしくお願いいたします。は、はい、ちょっと簡単でのディーンさんからのリクエスト。究極だったらね、まだね。じゃあいきますよ。かまってよ、かまってよ。かまりますよ、ね、どう、え、家でやっぱりこう、ね、多分そうですね。そうですよね。ずっとモンストやってて、皆さんがずっとモンストやってるから。そうですよ、皆さんもちゃんとパンドラちゃん可愛がってあげてくださいね。間違いない、間違いない。欲しくなっちゃう。え、もしかしてもう終わっちゃいました？はい、終わっちゃいました。悔しい、悔しい、悔しい、悔しい。まだ聞きたかったんですよ。確かに皆さんもいろいろ聞きたいと思う、はい、まだ聞きたいよね。確かに、はい、言ってもらってみたはここまでで、うん、あともう一つ、うん、大喜利を募集していたので、うん、そちらもね、あの今からちょっとサナポチさんに箱に詰めてもらって、うん、また選んでいただきたいと思います。はい、はい、続いては大喜利コーナーです。大喜利コーナー、ちょっと詰め直してきましたので、はい、お願いします。いつより怖そうですね。こちらはですね、大喜利全て爆絶級なのでちょっと難易度がないんですよ、うん、一番難しいやつが、ね、そうなんですよ。ドキドキします ね、 ね、ちょっと小倉さん大変なんですけれども、はい、よろしくお願いします。頑張ります。この箱をね、お願いします。はい、はい、で早速開けていきますね。はい、あっちゃー、箱開いちゃったドラ。開けたのかな。ツッコミを、ツッコミをね、はい、入れていく感じで。はい、じゃ早速いきたいと思います。1枚目がこちらも、もうね、爆絶なんでね。ね、大喜利ってなんだろう。そうですよね、そこですよね。大喜利なんですかね。お、ニックネーム、カプチーさんからのリクエスト。こんなパンドラは嫌だ、女王様なパンドラ。パンドラ様とお呼び、私に従って美味しいおやつを持ってくるドラ。全然いいじゃない。全然いいじゃない。全然いいじゃない。この大喜利が破綻してるかもしれない。むしろ何でもいけちゃう。ちょっと偉そうにやった方が良かったですね。偉そうバージョンやってみます。もうちょっとやってますかね。もうちょっと偉そうバージョン、はい、わかりました。いきます。パンドラ様とお呼び、私に従っておいしいおやつを持ってくるだら。これは私が黄色入ってましたよね。入ってくるかな。そうですね、女王様気質になりました。いや、ありがたい。すごい、破格ですね。破格ね。数変えられるのもすごいですね。すごい。では続いてはこちら。はい、どんなお題でしょう。はい、ニックネーム、田所 KOG さん。お、こんなパンドラは嫌だ、なかなか箱を開けないパンドラ。パンドラの箱開けるドラ。見たい？見たくない？
見たいよね。開けますよ。せー、やっぱやめた。やめないで。むしろ全然開けなくてもいい。開けなくてもいいですよね。ここまで、まあ、それだけでも幸せな日常だよね。続いてお願いします。次行きます。こちら、はい。はい。はい。ニックネーム漆黒さん。こんなパンドラは嫌だ。野球部の熱血コーチなパンドラ。ん？君たち、今日は千本ノック行くドラ。ほらそこ、もっと腰を低く構えて行くドラよ。グローブを胸にファイト。普通にそう、全然嫌じゃない、嫌じゃないパターン。おかしいな、これ。野球部員は絶対喜ぶやつ。もうみんな甲子園出れると思う。逆に出れない。むしろ出れない。むしろ甘いですね、それは。では次が最後の1枚みたいなので、はい、なんか作っていいですか。今からちょっと紙を用意して。はい、はい、最後はこちら、ニックネームインツヤクワガタさん。こんなパンドラは嫌だ。話している途中に何度も寝落ちしてしまうパンドラ。話してるのに。かわいいですね。お母さんと喧嘩しちゃったの？それは大変だな。そういう時は、ごめんごめん。そういう時は一緒に牛丼を食べよう。あれ？牛丼か。牛丼今から食べるんだっけ？パンドラは大盛りがいいだろ。今から行こう。でもパンドラちゃんだったら意外とこう可愛いトイケットよりも、結構大きいべき書きそうだなと思って、ちょっと大きめに寝息を入れていました。あんないびき書いても可愛いの、やっぱもう半端ないわと思って。古いです ね私ちょっと隣じゃないので、隣行きたかった。泣きそうな声がもうかすかすぎて。ということでね、今のがあの最後だったので、ちょっとね、お別れの時間がね、やってきました。ちょっとね、無理難題をね、言ってしまったんですけれども、いかがでしたでしょうか。いや、でも今日は本当に普段だったらあんまり触れられないようなパンドラちゃんの一面にちょっと触れられた気がして、すごく嬉しかったですし、皆さんからの本当にパンドラ愛をすごく感じて、改めてこうパンドラちゃん演じられてすごい嬉しいなって思いました。皆さんありがとうございます。こちらこそありがとうございます。こちらこそ本当にありがとうございます。ありがとうございました。ということで今回はね、4周年ということで特別に小倉優さんに来ていただきました、はい、はい、はい、またね、ぜひ来ていただければと。またぜひ呼んでください、またやりたいです。インスカもしろインスカって。じゃあ呼びます。楽しかったです。はい、それでは皆さん、これからもモンストをよろしくお願いします。せーの、バイバーイ。この度、モンスターストライクは4周年を迎えました。いつもモンスタープレイしてくれてありがとうございます。ありがとうございます。ありがとう。